皆さん、ポコニャチは。今日はこちらのコースに挑戦していくよ。あら、なんかコース名がかっこいいわよ。ほんとだ、自分の力を信じろか。本気の50秒スピランだって。なるほど。これは楽しみだね。果たしてどんなギミックがあるのかしら。コース全体は短そうだったんだがな。あ、ちょっとトラブルから。もう、最初のサムネで見えてたじゃない。ちゃんと見てなかった。まずは左のピンクコインを取ってからだね。そして空中バネじゃん。あれなんか違う。ピンクコインを取ってたらバネに弾かれちまうからな。てか上にもルートがあるわよね。一旦左に行くのかな。なるほど、こっちにもピンクコインがあるかもしれないしな。正規ルートはそっちだったのね。ここはヒッパを壊すか。配置的に一気には壊せないか。ってここは違うか。何やってんだよ。あはは、弾かれながら進もうとしたら失敗しちゃった。さてここのピンクコインを取ってと。これでさっきの場所に行くってわけね。ってそんなところのバネが。さっきの空中バネじゃんで使ったやつね。ってなんだこのバブルは。矢印が上になってるが。ほい、おお、なんか捕まった。裏にツタがあったんだね。ってなんで死んでるんだよ。てかこれでいけるんじゃない。あ、ツタはそもそも使わないのね。なるほどな。そしてここは複雑そうだが。でもなんとか食いついてるわね。あ、ちょっとそこのキノコが腕に引っかかって取れなかった。クリップするタイミングを遅らせたら。やってみる。あー、ギリギリ取れなかった。難しいわね。今度こそ。ほい、おー、今度は取れた。こういう感じね。さあここは。あ、ちょっと動性がなくなっちゃったけど。ちゃんと投げながら進まなくちゃね。こんな感じでいけば。おー、ギリギリブロックを壊せた。でもちょっと詰まっちゃったわね。さあ裏エリア。ちくわブロックがあるけど、これはただの飾りか。そうかもね。うわっと危険。よく反応できたわね。僕を誰だと思ってるんだい。ゴミボコ。ちょっとゴミボコってなんやねん。びっくりして死んじゃったじゃないか。私たちは関係ないだろ。さて、このコースのおさらいだよ。このコースはいろんなギミックがあって面白いよな。このバネを再利用するってところも考えられてるもんね。うん、そして今のところも三段ジャンプからダイレクトでヒップドロップしたんだ。なるほど、それで少しタイムが縮まったんだな。ここはくるっとしてヒップドロップと。さあここは何気に細かい動きが必要だから集中しないとね。空中バネジャンからのキノコをしっかりと取る。よし、さすがに慣れたもんだな。ここはゴム兵運びだったわよね。ちゃんとなくさないようにしないとな。物を投げてしゃがむ。こうすることでさっきみたいに引っかからずにいけるんだ。そしてここは壁キックをしずにと。あ、あんたまたずるにゃん。いやこれはノーカン。さてこのバネは捨ててと。ええ、これ普通に届いてるし。うん、距離的にいけるかなって。さあここからどうなるかだな。残り時間はあまりないけど。おお、ゴールはすぐ目の前に。これはそのままいけるか。トゲが嫌な感じだけど。ここはヒップドロップ、壁キックからの。じゃあ、ゴールだー。はい、というわけで無事にクリアすることができました。残りタイムは9秒だったな。時間設定は優しくてよかったわね。いやーテクニックもあったし楽しくプレイできたよ。よし、今回も一番乗りだね。本気のコースをクリアできてよかったじゃない。ちょくちょくずるいところもあったがな。まあそれも僕らしくていいでしょ。てかね、自分で言うなし。さて、コース制作者のミスったチキンさん、ありがとうございました。このコースの ID は動画概要欄に記載しておきますので、よかったら皆さんもプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。